先輩。あ？もしもっすよ。もしも俺が時間の流れを自由に移動できるタイムトラベラーだったら、やっぱ引きますか？は？だから俺がタイムトラベラーだったら、先輩どんなリアクションするのかなって思って。いや、左遷、忘れてください。ちょ、待てよ。なんでんなこと聞くんだよ。普通聞かねえぞ、マジのタイムトラベラーじゃねえ限り。おめえ、そうなのか？タイムトラベラーなのか？ちょ、冗談に決まってるじゃないですか。もう、今の忘れてください。聞かなかったってことで。ごまかすなよ。どっから来たんだ？未来か、過去か。ちょっと、さっきから何言ってるんでござるか。過去だし。あ、やっぱ、江戸か。俺、そろそろ家に戻らないと。いい国作らないとダメなんで。鎌倉だし。あ、てか、マジでタイムトラベラーなんかよ。じゃあ記念に。とまあ、これくらいのリアクションですね。なるほど。ただ残念なんすけど、俺タイムトラベラーじゃない。知ってる。